金森赤レンガ倉庫。トレードマークの曲がり金に森の字は金森大物店の商標である。金森赤レンガ倉庫は北海道函館市にある赤レンガ倉庫群の名称。金森商船株式会社が管理、運営を行う。金森商船は大分県出身の実業家、初代渡辺熊四郎が明治時代に開業した金森大物店が起源である。 現在はショッピングモールやビアホールレストランが入居する函館の観光名所となっている。この地域一帯は重要伝統的建造物群保存地区、街並みは北海道遺産に選定されている。所在地は北海道函館市末広町14番12号、函館港西鳩場と金森、赤レンガ倉庫現在倉庫群が位置しているのは幕末に造船所や 外人居留地があった埋め立て地である。この地は地蔵町、月島と呼ばれ、明治時代以降は船場町という名に改称された。1872年には開拓市の管理であった福島里豊により、日本人による最初の気象観測が行われた場所でもある。1863年に大分県出身の初代、渡辺熊四郎が長崎県から函館に渡り、 1869年、大町に金森森や洋物店を開業した。これが現在の赤レンガ倉庫の起源となる。背景として、同年に江本武明が率いた旧幕府軍が洋装の官軍に次々と倒されるのを見て洋服の時代を確信したことがあったとされる。函館市内に開拓市出張所が設置された経緯がある。洋物店開業の際、 や号を森屋とした。現在も、レンガ建物に描かれている、曲がり金に、森の字のトレードマークは、この開業の時の商標である。金弱の記号には律儀でまっすぐという意味があり、商売に駆け引きは、不要としていた初代らしいや号である。1884年頃より、渡辺熊四郎は、自身の事業に倉庫が必要であると考え始めた。翌1885年には、 共同運輸会社と郵便機船、三菱会社が合併し、日本郵船会社が設立。この合併により、共同運輸会社が、それまで使用していた倉庫建物や辞書が不要となっていたため、熊四郎がそれらを買い取り1887年により、営業倉庫業を始めた。これは、函館市内において最初の営業倉庫業であった。1890年頃には、 海運業が栄え、最初は不審だった倉庫業も倉庫の数が不足するほどに預かり貨物の量が増えていった。その後は金森仙具店などを開業する傍ら倉庫の数を増やし、建物の建材にはレンガや瓦が壁や屋根に使用された。また、同年にドイツの商人が住んでいた洋館を買い上げて場所を湯川へと移動させ、洋館のあった場所に倉庫を建設していった。 その後も業務を拡大し、1656坪の土地に21棟もの倉庫を所有するまでに成長。一方、熊四郎は1898年に箱館ビール醸造所の設立へ尽力し、箱館ビアホールを開店。これが現在の箱館ビアホールの起源となる。しかし、1九百七年十一月三十日に、初代渡辺熊四郎が死去、同年八月には、 東川町をはじめとし、倉庫群で大規模な火災が発生した。この大火災により、消失した町は3分の1を残すのみとなる。金森倉庫も大きな被害を受け、6棟の倉庫を火事で失った。しかし、すぐに不燃室の建材を用いた倉庫再建の指示が下り、1909年5月には完成。翌1910年には収益を上げるまでに、 事業は回復し、復興の早さで再び、函館市の倉庫業における中心的役割を担った。昭和の後期に差し掛かると、飛行機などの輸送形態が変化したことや、北洋漁業や造船業が縮小され、函館港の港湾機能も当地区から離れた北東部に移行するなどの社会的な変化を背景に、倉庫業は徐々にその規模を縮小せざるを得なくなった。一方、 金森倉庫建物は伝統的建造物に指定されて注目され、メディアに取り上げられるようになった。1988年には倉庫の一角が函館ヒストリープラザとして利用されることとなり、以降は米、函館や函館クリスマススクエアなど様々な業態の店舗に生まれ変わった。1989年、金森千具店に改装が施され、 金森美術館がオープン。これはフランス国外において唯一のバカラミュージアムとなった。さらに1994年に金森倉庫のおよそ35%にあたる部分を改装し金森大物館が開店。2003年に日本郵船から米函館を取得して一体的に運営されることとなり、現在に至る運河と米函館夜の金森赤レンガ倉庫。 金森赤レンガ倉庫は、函館市末広町に位置し、函館湾に面したウォーターフロントに立ち並んでいる。現在営業している施設は、イベントホールレストランなどの店舗が入居する、商業施設、米函館展示ホールや、函館ビアホールが入っている、函館ヒストリープラザ、アンティークなどの輸入雑貨やクリスマス用品を扱う、金森大物館、コンサートや展示会、 ウェディングプランも引き受ける金森ホールが主である。また、1020坪に及ぶ金森倉庫は現在も倉庫として利用されている。広さおよそ440平方メートル、約200名が入場可能な金森ホールでは、これまで秋吉敏子や田代慎之介をはじめとするコンサートが行われているほか、アンディウ・オーホール展、広山型展などの展示会が行われている。その他、 レンガ倉庫をかたどったクッキーなど、日本各地、世界各国より、年間150から200万人に上る観光客へ向けたお土産品も取り揃えている。また、毎年12月に行われるイベント、箱館クリスマスファンタジーでは、姉妹都市のカナダハリファックス市から贈られる巨大なクリスマスツリーに装飾が施され、金森倉庫群前の会場に設置される。 倉庫前はこのツリーの点灯式会場となるなど、イベントが行われ、一定の時間になると、ツリーのイルミネーションが行われる。近隣にはもともと、金森大物店として機能していた、函館市立博物館郷土資料館、函館明治館、北方歴史資料館などがある。JR 函館駅から車で5分、徒歩で15分、函館市電十字街停留場から徒歩2分、 ありがとうございます。